パレーアサウルスカマタは、パレーアサウルス類は、古生代ペルム期に生息した、爬虫類の絶滅分類群。ムユミ類や類は、ガワ爬虫類と呼ばれる、爬虫類の初期グループに属する、植物食動物であった。ロシアのペルム形状部及び、アフリカ大陸南部から、多数の化石が発見されている。体長60センチメートルから3メートルほどの中型から大型の、 がっしりした体格の装飾動物である。大きな頭部、短く太い首と尊重の太く、高さのある胴体を持つ。獅子は頑丈で短く、幅広であった。頭部には、スパイクや、角、胴体部には小さな鱗が骨化した、重厚な装甲板を持つ者が大半である。これは、当時の捕食者であるイノストランケビアなど、 ゴルゴノプスアモクの洗濯圧によるものであるのかもしれない。しかし多くの爬虫類に見られる腹肋骨は持っていなかった。イグアナに似たこの葉型で外縁がノコギリ状となった小さな歯や顎の形態は植物色に特殊化したものである。この歯は植物を裁断するのに適しており大きな容量を持った胴体に収められた。 消化器官で発酵、吸収したのであろう。ペルム期中期にパレーアサウルス類は出現し、急速な発展を遂げた。これは、ペルム期前期末にエダフォサウルスのような大型の植物食炭ユミ類やディアデクテスのような陸生植物食の大型両生類が何らかの環境の激変で衰退、絶滅したためとされる。彼らは、 鈍重な植物食動物であり、半水性の生物であったと推定されている。水辺で暮らし、柔らかい植物を食べていたと言われる。同時代の草食動物としては、ディノケファルス類が挙げられるが、彼らは高台を好み、両者は住み分けていたとされる。ペルム紀後期諸島、ペルム紀末期の大量絶滅が迫る中で起きた。 何らかの環境の激変で、ディノケファルス類が急激に数を減らして絶滅し、パレーアサウルス類がそれにとって変わったのは、こうした生息環境の違いがあったためではないかとされる。しかし、生き残った彼らも、ペルムキ末期の大量絶滅によって絶滅することになる。かつて、カメの祖先として、パレーアサウルス類が挙げられたことがある。その主張は、 スクトサウルスなどの背中に散らばる走行が融合し、やがてプロガノケリスなどの亀へと繋がったというものである。しかし、顎や歯が特殊化しすぎており、また、復興の元となる腹肋骨を持たず、走行と脊椎や肋骨との融合が見られない点など、矛盾点が指摘された。また、遺伝子解析による結果は、亀は、主流類に近縁なグループであるというものであった。 主要な族、ありがとうございます。